る気がする。なんか美容師さんいつもなんかこう口には出さないけど毎回口には出さないけど、美容師さんなんかどこ行ってもこんなはずじゃなかった感がちょっとあるあれめっちゃ染まってるなみたいなみたいな、仕上がりが思ったのと違う感が出てる美容師さんからそんなことないかな、気のせいかな、なんかそんなのを感じるんだよねでも洗ったらすぐ落ちると思うんですけど、ありとニオの朝さんになりました。どこまでだっけ、のびえぬまー、あ、ちゃんプリマ、朝神様、神様じゃ、すごい、エズパパ好きだって、ありがとう。プリマ髪型神がかってます。あ、なに言い踏んでる、髪型神がかってせいち推し、そう君はあなたはささ推し、髪切った切った切った、襟足長かったからね、短く切ったった。ナビかわいいの、明日の、そうだよ、生で見たらねまた違うと思う、ライブ会場とかで見たら楽しみだね。おいでおいで名古屋、カモさん、カモミール、え好き、トゥンクトゥンクした、胸ざわざなった、君のハートざわざわにさせる、ささがささです。プリマこの色もいい、やったね、うん、しかし色を毛先の方キープでって言ったんだけどなぜか染まっている。パルタンいつの間にか、え、笹をしなってくれたの、パルタン本当に信じるよ、信じるよその言葉そうすると幸せになるよ、押して押して、グラマンこんばんざーい、あこちゃん少年見ました、そうちょっとまた男の子感を、最近結構さ結構ショートボブめなメンバーも増えたし、笹川はこういう感じのショートでピタッ襟足短めボブじゃなく、美容師さんはうんとね同じ、え、でも人は決めてない、美容室は同じところたまに行ったりもするけど特に指名してる人とかない、今日はあのいつも行ってるとこ行こうかなって思ったけどやってなくて、ライブ後そうで初めて行ったところに行ったんだけど、え、でもとても良いところでした。ダダかわいい、イエーイ、ひなた、うんうんうん、言葉になっとらあれだ、なんだっけあれ、救急車のあれみたい、うってなってピーポーピーポーってなる、あのテンプレツイッターの、まあ、あらーあらー、切った髪、タケノコサちゃんだよ、耳チラリ、サッシャン、サッシャンに愛されてない悲しいな、何の根拠を持って切なすぎる、それだい、愛理ちゃんとスタジオ前で撮った動画かわいすぎていやでもあれすごいたくさん結構再生されてる、そうびっくりした、再生回数3000いってたかな、あれ桁違ったら恥ずかしい、そのうちの70回台かそう結構多分甲府のサポの人も新潟のサポーターの人も
結構なんかリツイートとかいいねとかしてくれてすごいびっくり。やった、撮ってよかった。いつもは返信で本音があふれすぎてた。今返信はね本音あふれさせるところなんで、のび可愛いしか言葉を発することができなくなってるので頑張れ頑張れ言葉頑張れ日本語教育広辞苑引いて言葉に困ったら。うきくんこんばんざーい。かもさん笹川推しになってもいいんですか混乱してる、混乱しなくても当たり前でしょ。なりなさい。なったら幸せが訪れます認めなさい。プリマ生で見たらなおさら可愛いんだろうな遠い目、遠い目しないで、ここにいるよ。近い近い。ひな、これはハートにレボリューション地球儀ないわあ、レボリューション効果、レボリューション。あこちゃん会える頃にはねえ、何になってるかな、どうだろう、うん、また紫シャンをしようかな、紫シャンプー。オロチこんばんは。笹丸は一人暮らし、そう今一人暮らし、笹が笹丸って呼んでくれてる。明日になったらね、色多分一回洗ったらまた変わると思う。うきくん楽一楽さんの、あ誕生日ボイス聞いた、イエーイ。でも誕生日当日にはねちょっと遅れなかったと思うけど、運営さん一回通すので。オラチ偉い。カマさん、そもそも美少女になってもいいんです、いいんですカードマン。うきくん新潟から、ありがとう。新潟も今日雨だったね。おろちシャメ、うんそうだ、リプもくれたよね、ごめんごめん返せてなくて。落書きシャメ、まあもうこっちの方戻ってきてるんだよね、ちょっと時差メッセージに時差あったかもしれないけど、あなたのこと思って書きました。しんごちゃん初見です。しんごちゃん初見じゃない、ごめんなさい。パルタ俺はいつも同じ70くらいのおっちゃんなんだけど、 70? 短めでって言ったら超短いこんな床屋さん。竹の子明日ステップ等会議もあるから名古屋行きたすぎでした。あおらんのか竹の子、会いたすぎ。明日はどこにいるんだい。まあ素敵よあなた、あらやろまおちゃんの今の髪の毛の色も素敵よ。え、そう今日だっけな、今日もなんかね考えてた、まおのあの髪色素敵だよなって。なんでふと頭に思い浮かんだんだろう、その時なんか今日思った瞬間があった。まおやっぱりあの髪色が今の髪色似合ってるよなって。慎太郎こんばんざーい。ラプターもこんばんざーい。あケーキさんだ、さっちゃんかわいいコメントがかわいいシンプルイズベスト動画、あれ全然なん、あれなんか勘違いだった、あ1000回だった、全然違った、何を見たんだろう。さすがでも1000回行ったんだ。ラプタン、え、え、笹が人の夢に出てくる確率高くない？な、な、な、え、どんな夢？シンゴちゃん髪切ってビジュレベルがさらに、そう、ぐーん、綺麗にしてもらったからね。レベルアップ。結構ここもなんかプリンだったんですけど、でももうブリーチしすぎると髪本当に痛みが。ね、ブリーチしすぎで激しいんで、ブリーチはせずにこの伸びて黒くなっちゃったところはせずに、何
なんか全体自然に馴染むようにしてもらった。りんちゃんさあささんなんだい。あこちゃんホテルのシャンプーで色落ちすぎないよね。そう、えでもちょっと色落ちさせたい。マネージャーさんからは明るい明るめの方がいいからキープでって言われたんで染まりすぎた。パルタ俺も一人暮らし初めて8月で、おー8月から開始した人って珍しくない？結構3月とか4月とかが多そう。夏に始めたんだ。そういいんです。じー川平知恵さん、ジョンカビラとどっちがどっちかよく分かんなくなっちゃう。みずパパ NG 動画面白かった NG… あー そのままもう一発で送るよってやつでも、ね、意外と NG になんなかった全然。トモさん笹丸、あー JTB のやつかな、入れたってよかった。トモさんもこれそう、無事新潟ママ、申し込みできた最後まで。タンタンティーこんばんざーい、名古屋で待ってる。しんごちゃんがハートくれたのか、ありがとう。かもちゃんささささ見てると偏差値さんになって可愛いしかやっぱりやっぱみんな語彙力失っちゃう。可愛い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 、それでいいよ。トモさん俺あと8分後に、あ誕生日6月5日なの。おーちゃん24時お祝いしてから終わろうかな、今日ちょっと24時までには終わろうかと思ったけど、お祝いして終わるわ。またね、なんか東海若宮広場のアネクラです。明日自宅か、自宅警備、まあ、えなんで、うん、うちもわかんない。そうまあのこと思い浮かべた頭の中で。ケイケこんちゃーす、こんちゃー、さっさと一緒に悪いやつから逃げてる夢で、えかばってくれた、ええやつやん。逃げて、なんか自分他の人の夢に出るときこの前笹さん病んでたって言われたし、笹さんどういう立場なの。みんなの夢に出てくるとき、今一人暮らししてた時代もありました。あれ時代もありましたが今は何、結婚した、えカビラで、あそれもカビラなんだ、どっちもね、兄弟だからね。えどでもどっちがお兄ちゃんどっちが弟か分かんない。りんちゃんさっさの配信を見てる、夢を見て、あ夢か、夢落ちこれ。待って夢落ちにせんといて。配信してるしてる。あまさん金髪ショートは好物ですけど、さっさっさそうだよね、大好物食べられちゃうなこれ。久々に直接会いにおいで、今度元気してる、最近ずっとお顔を拝見してない。ラプター逃げてる場所は前の職場の天白、あラプターが働いたとこだ。伸びテロップの髪切ったって言った。そう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 、ズバッて切った。気づいてしまったか、まさかの逃走中かみたいな。えでも逃走中やりたい、絶対逃げ切れる自信ないけど。玉瀬千代が開けたら検査、ああうんがん検査って頑張れっていうものじゃないかもしれないけど頑張れ。パルタンささイケメン今勢いよくってやりすぎて下顎ガンなった。お肉にこんばんは、そろそろあれかな、50、58分。
まあ、ちゃん、ささんはすくいの女神、え、何救った？わし知らない間に世界救ってた。だけどなんか交通費、あ、まあそうだよね、それはそう、ね、本当に明日行けるなら明日がすごい。ラプタン、ささん夢の中でもめっちゃ、あ、忍者なんで、忍者の修行積んだんで。だんだんで明日は仕事なんで、名古屋ね、6日、待ってる、6日名古屋で待ってるから仕事頑張っておいで。水野こんばんさ、さー、まあ、かわちさん、しおりみたいな言い方する、かわちさん、かわちさん行きます、ちょろいやったー、約束した約束成立、うん、嘘ついたらね、針千本どころじゃないから、針千本どころじゃない、もう虫、虫100匹のマスえぐい。みんなさっちゃんだけが夢に出てこん、ちょっとまだ足んないんじゃない、まだ足んないんじゃないですか、思いがえ、でも本当に出てくるメカニズムっていうか分かんないよね、全然さ、なんか頭の中を整理してるみたいに言うけどさ、全然もう何年も顔正直忘れてたなぐらいの人が出てくる時もあるし、あ、12時超えたか、今泉だ、今泉、りんちゃんずっと夢の中でいたんで、ちょっと配信お願いします、ずっと待って、寝れん寝れん、名古屋、名古屋の準備しなきゃ、もっといい夢見たかったわ。そうね、みんなで平和にご飯食べてお茶して、しおちゃんとかと一緒にデカ盛り挑戦してる夢がいい。ともさん、やっほー、トモさん、これ何、お寿司とかいなり寿司とかについてるやつ、葉っぱ、あ、ちょ倒れちゃった、うま、こいちった、かわいい、カビラさん、ジエさんがジエさんで、弟さん、ジオンさんがジオンさん、え、うん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 ゲスタラと崩壊、うん、はてな、あこちゃん気をつけて行ってきてね、東京でご無事にお帰りなさる、待っていてくれ、私の帰りを、無事に帰ってまいる、みな明日も頑張ってね、ありがとう、頑張れる、みなも仕事お疲れ、お疲れ、お疲れ、あら、しおちゃんしおちゃんなっちゃった、かわちさん、まあ、おやすみ、まあ、もういつ会えるかな、虫100匹、そうだから会いに来ないとだよ、金ちゃんだ、パックしてた、お肌にいい、あ、うちもパックしよう、金ちゃんあれめっちゃニコニコのチェキ届いた、ありがとう、頼んでくれて、めっちゃ本当にドアップ、本当に超ここ撮ってもらった、めっちゃ笑顔のやつ、水パパ今日も配信見れてよかった、ありがとう、ありがとう、え、あ、そう言おうと思ってた、え、19日水パパ19日撮影会と波動分、あれ、そう、推しメン週末名古屋で、週末遠征でなんとかなんとかって書いたけど、19日あれ19日都内でライブ出るんだけどな、あれあれあれ、おかしいな、おかしいな、撮影会でライブ来れなくなっちゃったりするのかな、おかしいな、だけどさっき夢に出てきたことあるけど忘れてた、忘れたんかい、覚えててメモって、
みんな寝る直前まで考えていればいいんかな。ずっと24時間トムさん、あ、そう、バランだ、これ名前出てこない、バラン、誕生日おめでとうございます。あ、そう、トモさん、トモさんいる、トモさんいる、お誕生日おめでとうっているかな。あ、いた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 、54,000歳になった、おめでとう、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。あ、トモさん2人いるね今ローマ字のトモさん新潟のトモさん、ハッピーバースデートゥーユー、6月5日おめでとう。トモさん、漢字トモさんとひらがなトモさんとローマ字トモさん、おる。19日の大体早めに出るってね。土日、土日、土日じゃない、19日は土曜日、19日土曜日だ。ひな、おつりんちゃん、よかった、これで名古屋行ってきます、新潟で会おう。ラプタン、お疲れ様でした。プリマ、魂、魂生きてるかな、魂生きてても、プリマの魂見たことないから直接あ、これプリマの魂かなって、ちょっと名前書いといてくれないと分かんない。お疲れ様でした、しんごちゃん、りんちゃん、けいちゃん、おつささ新潟県の木口、え、なんか聞いたことあるかな、何のお店だ。金ちゃん、あの地域めちゃめちゃ可愛くて開けたし、赤酒ドッキリ大成功、いいえ。明日明後日楽しみ、え、待って、金ちゃん名古屋おる、え、あ、楽しみ。たけんなこ、あ、あさって行けたら、行けたら、行けたら。サマーズ終わり、エジポポライブ19時半からでお願いします。昼はおらんの。夢日記、あ、夢日記っていう響き懐かしい。サマーズさす元気で可愛い元気元気、さっちゃん元気、名前書いておきます、名前書いておいて、魂に、そしたら分かるから。よっしゃ、終わる。金ちゃん名古屋、やったー、待ってる。いや、名古屋ラブちょっとなんかいろいろ頑張るわ、いろいろもう頭パンなんてなりそう。まず明日がやばい、頑張ろうね、頑張ろうねって誰に言ったんだろう。おつささん、おやすみなさい。名古屋の予約